皆さんこんにちは。今回先手番でやっていきます。向かい飛車か。向かい飛車ね。得意戦法。得意戦法、向かい飛車には何をすればいいですかってことなんですけど、ちょっと風ついていきますか。ここで風つくのが、逆鬼殺し的な、そういうとこあるんで、ちょっとついてやっちゃうか。最近10キレなんか調子いい気がするんですよね。調子いい時に、 こういう勢いのある戦法を採用することで、こう相乗効果を狙っていくと。調子と勢いの相乗効果。これで負けようがないですね。なんなら風ついて軽跳ねてもぴょんぴょんぴょんっていきたいですね。金まで補強されるとなぁ。金まで補強されると、さすがに軽跳ね無理でも桂馬跳ねてさぁ、いや、無理か。桂馬跳ねてさぁ、 角出て、風付きにもし角りとか大手してくれたら玉上がって、それ京都に残ってるんですけど結構受けにくいと思うんですよね。やっちゃうやっちゃえ、日産ってこと跳ねちゃった。これが皆さん、新時代の奇襲戦法、令和の奇襲戦法。逆鬼殺しということですね。令和が生み出した奇襲戦法。 この軽跳ねの筋自体は僕が考えたわけじゃないんですけど、結構ハマって使ってますよっていう感じですね。で、角出てきましたと。これ一回負の突き捨てとか入んのかなこれ研究課題ですね。研究課題とは。研究課題とはっていう感じなんですけど、負付くとどうしてくるんやろうわ、負付いたらどうすんのこれ。同歩が入るなら、同歩なら同飛車で、負った時に飛車寄ってとかでさ、 無理か <laughs> 無理かなワンチャンあるけど。あと後だと絶対入んないもんね。風ついて取られるはあるけど、同銀で、取ってきたら風付きで角通して、でもそこで桂羽根とかで受けられたらちょっときついんかな風ついて角なり同銀。取ります、風つきます。日取りです。桂羽ねます。 同系なり同銀です。うーん、そこでちょっと手がない。まあ、でもちょっとつ,つ,ついてみるか。<laughs> こう、でもこういうのはな、ノータイムでつかないといけないな。なんか迷ってついた感が漂いすぎて、ちょっと相手の方に精神的プレッシャーを与えられないんで、こういうのは事前にこう深く研究して、ノータイムでついていきたいところ。研究してなくてももうノータイムでついた方がいいまである。実践心理的なこと言うと。 将棋の心理のことに関しては一切無視してるけど。将棋の心理を追求するなら、考えた方がいいんですけど。ま、十切れで将棋の心理を追求するのが難しい。うわー、取ってくるか。いや、結構それ勇気いると思うんですけどね。この序盤は角より、ん序盤は飛車より角っていう格言があって、序盤は結構飛車より角の方が価値高くなりやすいんで、こう角渡すって結構、 勇う切ると思うんですけど、わあ、それでね、わあ、それやってくるんや。マジか。マジかマジかですね、魔法少女。ちょっと待って、髪の毛が。スマホに髪の毛が落ちましたねってことなんですけど。まあ、同桂りで同銀ですか一応、桂馬打って、銀逃げた時に桂りっていう筋はあるんですよね。で、同銀なら角で強者取る。 ただそこで桂馬とか打ってこう真ん中狙われてどうかとか言われた時に、わけわかめすぎる。まあでも勝負するか。もう嫌闇嫌味で行こう。美味しい感謝闇闇闇ってあったらしいですね。その話題、一切知らなかったんですけど、その話題があって多分、もう一年以上経つんかな。それから知ったんですけど、桂なって、銅銀なら強者を取っていく。 なんか同銀で強者取った後なんかどっかで強者がこうズドンで厳しいみたいなことなりそう。まあ相手の方一歩持ってるから強者打ってもこう銀いる形でフーって受けられるけど逆に言うと一歩しかないんでなんかフー一個使った瞬間にフギレになった瞬間に強でズドーンみたいなこと狙っていきたい。でも相手の方はフー使える場所がないからな。まあ5筋だけしか使えないし。あいやまあいやーちょっと ザーン、ど、ん <laughs> 日本語喋っていや、思ったのはこれ、同銀で強者取った時に、フー打たれるかなと思ったんですよね。で、同歩なら軽打ちが金の両取りっていう。いやー、それ嫌かな。フー打たれたら結構嫌かもしれん。ねえ。まあ、馬引きつけるとかで受ける手あるし。 ねえ、まあ大丈夫か知らんけど、まあうしゃー強いなーこれは。まあ取るしかないですね。ふうってきたノータイムで馬引く。やっぱ実戦的には。これ、ふうで馬引いて、ふうなりどう馬ってなれば、例えば桂馬で馬取りってされても、ぴょんがぴょんで王手になるんで、ぴょんぴょんぴょんって感じでいけば、いいんじゃない飛車、飛車、飛車打ってほしいな。あ、これ飛車銀取りやん。ほら、おいでおいで。 飛車銀取り。まあ、飛車は金寄りで飛車積むから勝ちなんですけど。勝ちは言いすぎか。いやー、じっとじっとは強いね。じっと、飛車寄りか。確かに使えてない飛車使えるし、なんか壁解消できるし。うわー、それいい手やなぁ。それは良さすぎる手やな。良さすぎる手。いい手すぎるなぁ。香は風打って受けられても大したことない。 こっちも一回玉とか上がってこの桂打ちの筋を緩和しておくんかなぁ。銀上がられたりしてちょっとよくわかんないんですけど、ちょっと桂打ちがあるままでは生きていけない気がするんで、玉一回上がっときます。銀上がられて、かえってこう中央からの攻めに対して当たりが強くなってる可能性があるんで、それがすごい嫌なんですけど、こう中央攻められた時小瓶攻めになっちゃうんで、あ、そっち え、でもそっち危ないんじゃない完全に神の一手思いついたけど大丈夫いやー、そんな神でもないか <laughs> そんな神でもないかっていうリアクション謎すぎるけど。いやー、ちょっと思ったのが、うーん、角っていう手があるんですよね。角成り狙って。 でもし、この角なりを嫌って、こう、銀上がりとかで受けてくれたら、こう、銀上がって。馬切る手があって、同歩に強車打つんですよ。で、飛車と王様の串刺し。ま、一回、封打たれて強者取られるんですけど、同胸なり同飛車で、最後、角で金ボロッと取れて、ま、それが最後、銀打ちの王手飛車取りを狙いつつ、攻めていけるんで、どうかな、みたいな。 なんですけど角の時にな桂馬とかで攻めらわれるのがめっちゃ気になるまあでもそんな気にしてもしょうがないか気にしてもしょうがないものは気にしない相田光もそう言ってた知らんけど言ってそうなんか言ってそう言ってそうなんでまあ言ってるんでしょう角打ってまあちょっと馬作る手がぬるいからあーちょっとそれは聞いてないよちょっとそれは聞いてないね ちょっとそれは聞いてないわ。ちょっと、それは、それは聞いてないね。あららららら。あらら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 ら、もうそれは知らん。暴発。暴発おじさん現る。まあ、銀の方取ってきますね。これは角取ってもらえたら。 馬逃げといてまあこう角取ってきたらまあ例えば馬どこかなまあこことか引いといてもまあまだ織田仏はしないけどそれがきついですねここで取られてまあそれで強者打って歩強者ここの方がいいのかな一応ここに打つと歩打たれて同香同飛車で飛車がここに残って強者ここに打つと歩打って同胸なり同飛車で飛車がここに残るんですけど ここに残った方がこう玉と飛車が近いんで一応そっちの方がいいと銀打ちあるけど飛車浮かれて角取りやからちょっと微妙かな強射打って攻めていこう歩打たれたら同胸なり同飛車角なりそれが王手飛車取り狙い銀打ちのただそこで玉かわされてまあ攻めは切れてますわな攻めは切れてますわなそれは常識的にはそれねえ まあでももう常識で考えても意味がない局面なんで、常識を覆していく。常識を疑って書かれてそういうことですね。何かの気の間違いでこう、ふー打たないとかそういうこと起きないですかね <laughs>。絶対打ってくると思うんですけど。まあワンチャン敬打ちでも攻め合いで勝ちに来るっていう思想の持ち主はいるかもしれないけど、それちょっと逆転しそうな気が。うー飛車中換気 飛車中に飛車渡していいと思ってるんですか飛車中に飛車渡したら勝ちですよ、僕。まあ、負けなんですけど。まあ、とりあえず取りますか。どう、どう何かを見て、ちょっと対応を考えていきましょう。同玉、いや、で同玉は飛車が嫌ですよね。まあ、同金が形は自然ですね。いやそれでダメなんかいや、でもそれはワンちゃん、ツーちゃん、スリーちゃん、フォーちゃん、ぐらい、 来ててもおかしくはないんですがおかしいか <laughs> 全然おかしいか一回飛車打つとかもあるしいやーまあちょっと飛車打っちゃうとなんか種明かししちゃうというか飛車持ってればどこに打ってくるか分かんないんですけど売っちゃうとちょっとどこに打つか種明かししちゃって形勢が悪い方としてはそういう何て言うんですかね種明かししちゃうとあえて分かりやすくなっちゃうんで種明かしせずに 生ききていきますかこれ何も狙ってないようで次こっそり飛車打ち狙ってて合駒すると金取って同玉にその合駒した駒取ってこう駒補充しながら攻めていけるんでそうなればまあまあうるさいかなまあその前にこっちが攻め倒されるっていう可能性は大いにあるんですけど、まあ、そういう可能性には目をつむっていくということですねまあ気にしてもしょうがないんでやっぱりうん将棋ってやっぱ気にしてもしょうがないことがあるんで そういうことは気にしない。これ人生なり。そういうこと。哲学系チャンネル。将棋チャンネルだと思って見てくださってたかもしれないんですけど、実は哲学チャンネルでしたよと。そういうことですね。まあ、将棋が哲学みたいなところあるから。ほんまか <laughs> ほんまか <laughs> そこは諸説ある。 いやあ、ここでどうしてくる。まあ確かにこれ結構相手の方止まってますけど、ここでどうするか迷いますよね。なんか、方針を決めないといけないというか、こう、受けに徹底的に回るのか、もう寄せ合いで勝つのか、そろそろ相手の方としても方針決めたいところだと思うんですよね。ただ、なんか寄せて勝つのも受けて勝つのも、ちょっとどっちも何というか、はっきりしな、はっきりはしないと思うんで、こう、方針立てるのに苦労するっていうか、うーん。 強者は、飛んで火にいる夏の虫では、飛車打って。え、これマジ逆転ある。ワン、ワンどころではない。百億ちゃんぐらいあるのでは、飛車打って。敬愛に取って動玉したなり。まあでもそこでな一回そこぽで受けられちゃう。そこで、ね、そこぽで受けられた時が、私の実力の見せどころ。 見せれるのか見せれないのかどっちなんだいってことなんですけどまあこんなんとりあえず飛車打つしかないでしょうとりあえずねこれ玉逃げんのは馬で金ボロなんで,で玉逃げんのも馬で金ボロなんで合駒するしかないこれツーブってさ飛車切って同玉馬で金取りとかあるんかなそれはちょっとツーブりすぎか飛車はそれが詰めろじゃないし今日なられたら多分負けるからまあこういくしかなさそう これちょっと相手の方止まってるから、うっかりなんじゃないのもう相手の方のうっかりを期待していくしかない。そ、ここでない、そこ、そこぽがなければな100億ちゃんは、穴がち嘘でもないけど。そのそこぽで受けられたときに、銀上がって受けるとかじゃあ、しょっぱいっしょさすがに。でも、強なりが多分、角打ちからの詰めろなんですよね、ほぼほぼ。強なりが激烈にきつくて、 いや2ぶって一回銀銀は角がきついんかなじゃあ銀こう上がるそれも壁になって嫌やけど桂打ちとかされて 2> 2分30秒うわーここ寄らんのか金打ったら同金同流金打ちですねそれがあと一歩なさそうそこで桂馬打って同金は同流があるけど桂馬で上がられて金打って逃げてうーそこで取って同玉あと一歩がないか 取って同流銀なんかわけわからん寄せはあるけど桂馬打ちは同金銀打って金引かれてよらん金危ない,危ない金えっ銀打ったら同金金は逃げられる金打ち同金同流金打ち桂馬打ってまっすぐ上がられて金打って逃げてこれ玉をこうって強者を陰にすることをちょっと考えてるんですけどないかな桂馬打ってど金,金金打って同金。 竜桂馬逃げて金打ちはダメ金打ちは逃げるいや時間がない取って同玉歩が利かんからいやーちょっとなこれじゃなーこれじゃなー1億パー来たと思ったんですけどこれじゃな角角とかはもう打ちますよまあでもそれで角なってってこと まあでも桂馬置いといて桂に狙うとかでどうですかまあ銀とか埋めてくんのかなまず金張り付いてうるさいか。角もらったらね、もう寄せなんて死ぬほどありますから、ないですけど。これ同角同歩合合桂とかきついか。その筋で積んでいても文句は言えない。まあ積みまではないか。一応こう切って同歩に銀捨てて、同玉に桂馬打ってっていう大手の筋はあるけど、まあ積みはないでしょう。 まあなんだかんだ相手の方考えてあげく角なりでこう手番渡ってくると思うんですけどそこで桂馬打って勝負しますか桂り見せてうーんノータイムノータイムの K 打ちこれは多分なんか相手から見るとこの K 打ちって見えにくそうというか多分あんまいい手じゃない <laughs> なんか最善は違う気がするうーんけど見えなかったからうーんこれぐらいでこう相手玉に嫌みつけてちょっとプレッシャーかけていきましょう あ、さっきの局面最善何やったやろうな。100時間あってもちょっと AI の最善にたどり着ける気がしないんですけど。桂打ちが最善だったら、あのもうちょっと今日はシャンパンですね。シャンパンを飲まないといけない、これは。角打ちは同金でまだ酔ってないし、最悪玉酔っても積みはなさす。あ、それ酔ったりすると竜切りとかで帰って済む可能性あるけど、まあ角同金でちょっと足りないですよね。で相手の方もあんまり駒渡すと、 まあ積む可能性が100万分の1ぐらいはあるからうん飛車とか渡すとちょっと危ないかもしれないけどまあでも相当積まんかこの状態だと相手の方の玉はでも時間使ってるよし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 れいやでもこれ2分でかいなここで相手の方は1分だと相当焦るけど2分はでかいなこの1分の差が天と地の違い天と地ほど違う。 まあ、こっちは金持ってるから金埋めて頑張ってなりをな間に合わすぐらいの姿勢では行きたい。しかし敬間に合っても同金同流銀打ちとかで埋められた時に果たしてよりがあるのかと言われるとないんですけど。ええー、それはそれは何ですか銀引いとくとちょっと中央薄い。薄い。一回なり入れる手はあるけど。いやーわからん。銀上がると今日なられる。銀引くと。あと玉寄るって言う手も泣きにしまら 銀引くと薄いかなーなんか薄いよねこれ上逃げれなくなるしなんかセンスないあと銀打たれる手があるまあそれ桂なって勝負か桂羽には同銀同銀で一回一回取ってとかなんかまあいろいろあるからいやでも銀引きはちょっとセンスなさおくんすぎるなセンスなさすぎなさすぎくんこれは分からんけど最善かもしれんけどなんか逆転を呼ぶ手ではない気がする でもなんか時間減ってる相手の方いやーこれは一回系になるよ金逃げても龍で寄ればね結局速度あんま変わってないからそれしかもむしろこの竜で速攻を取る手ができるようになってるからかえって速くなってるのではなんか受けにも効いてきたしいいことづくめいいことづくめな世の中ですねこれは時間で勝つプランニングもある時間でまあ鬼殺し界隈に共通してるのはやっぱ常に時間切れを狙っていく そういう、こう、勝負師魂も見せていかないといけないのが、鬼殺し協会の教えですね。いやー、これは、金埋めたら、まどうま銅金、んー、うま銅金、銀成、銅玉、金。それ、銅玉、じゃなり、罪か。それ、金打つと銅まで罪か。え、銅馬、銅玉、あ、銅金、銀成、銅金。金打、ち銅玉、竜。銀引きで罪はないのか。いや、ちょっとそれで逆転狙うか。 いやこれああこれは同期んで。分からん分からん分からん。ガチむずい。ガチむずいけどそういうのやめてうわーそういうことすんのちょ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 ち <laughs> ょそれなら最初からここに逃げとけよっていう説はある。ただまあ角が働いてんのかっていう説もあってその角が。その角本当に働いてますかその角本当に働いてますかって言っていって。 取る同歩同桂同歩同桂うわーそうかそれ一回大手入れられんのか待って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 待て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 待ってこれ何竜一回引いた方がよかった竜一回引くとかそういう工夫あーこれもう分からん角なられてふなりの詰めろか一回竜引き一回竜引き一回竜引きふうてふうてどう,うまかふうてどう,うまかふうてどううまかいやー逃げてあ3秒,3秒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 これ 同金同角なりで同金同角なりで大寺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 これがはい将棋王図る鬼殺し風味の結末ですね。いや対局ありがというわけで感想戦なんですけどもグラフはこんな感じになってます先手番だったんで上に触れてたらこっちがいいんですけどまあ悪いですね。 まあでも結構これ序盤の評価値面白かったので、まあ今回ポイントとしてそこを見ていくのと、あの終盤で最善手が永遠に分からんみたいなことを言ってたところがあったんで、実際そこ最善手何だったのかっていうのをちょっと見ていこうと思います。でまあ序盤の分かれなんですけど、まあ桂馬速攻で跳ねていきましたよっていう将棋なんですけど、これなんかまあ飛車角交換になって、こう桂馬跳ねてみたいな受けてきた展開になったんですけど、 マイナス、まあ、257らしいですね。マイナス200ってまあ、まあもちろんマイナスなんでこっちが良くはないんですけど、まあまあまあそんな話されてないから、まあやりがいとしてはあるかなっていうぐらいの感じですね。リーまでは行ってないと思うんで、フリビシャーにしたらもっと悪くなるんで、そのことを考えると、まあ結構激戦かなと思いますね。 で実際ここでまあ同桂なりと攻めたんですけど同桂なりじゃなくて角打てば結構難しかったみたいでまあ金逃げた時に桂馬を鳴るという感じですね。同銀だったらこれ同銀と取ってきたら角なれるのでこれはむしろこっちが優勢ですね。 まあ気になるのは金取られる手が気になってまあなんか読み込ませたら悪なってんな <laughs> 読み。読あ違ゃう違ゃう違ゃうちゃう。桂成りがあかんねだから桂成らずですね。すいません。桂成らずで行くんですね。で、同銀だったらやっぱ角なれるし、角取ってきたら同桂成りで取って。まあこれももう先手が優先になってますね。あ、これ優勢まであるんですね。そんないい気がしなかったけど。まあ確かに次、角で強者取ったり。 こう、り系使っていったり、こっちは攻め分かりやすいですけど、まあ、相手の方は飛車角だけだとそんな簡単に攻めてい,いけないので、まあこれははっきり優勢ですかね。まあ桂ならずでいった時に、角取る一手じゃなくて、まあ5二玉とか一回受けに回る手もあるんで、まあ激戦ですけど、まあまあまあそんな簡単じゃないので、 また桂馬とか打っていけばすごい形やけどな <laughs>。しかもこれもかわすのが最善っていうなんかもう見たことない将棋ですけど。うーんまあまあまあこれで。まあちょっと不利ですけどまあまあ奇襲にしては激戦かなっていう感じですね。だから思ったほど差がついてないというかうん。これぐらいなら結構面白いんじゃないかなと思いますね。 まあ本譜はえ、えっと桂営ねに同系なりと取ってちょっと攻めが難しくなって、その後ここにしちゃうって、角銀両取りっていう手を後々食らって、あれではっきりダメになりましたね。いいかまあずっと苦しい将棋が続いて、でこうやって感じなんですけど、この桂打ちですね、この局面の一手前、ここでの最善手がもう全く思いつかなくて、とりあえず桂打ちでプレッシャーをかけて、 まあ実践的に闇をつけたんですけど、まあ一応ソフトの最前な何だったかなってみると、号泣金打ちらしいですね。まあ自玉固めて、あのー、まあこっちが倒れないようにするってことなんですけど。まあこれソフトあるあるですけど、これはもう逆転できないですよね。多分金打っちゃうと。やっぱ相手玉にプレッシャーかからないんで、うん、それって結構実践心理的には相当相手の方楽になるというか、うーん。 なんで、金使っちゃうと、逆転起きない気が、しますね。まあ、最悪だってこれ、馬で風取られて、パスされてももうこっちやることないんで、ま、あそういうことすると風垂らすとかできんのか。あ、んか金埋めて固めれば意外に相手の方させて難しい。あ、ちょっと、出ちゃったけど、させて難しいみたいな、ことあるんかな。この風取っちゃうと、また風垂らしができるし、みたいな。あー。 いやでも金打ちは <laughs> 無理やな。ちょっとこれは、うん、受けただけになっちゃって、戦力がこっちなくなって、こう相手玉詰ますっていうプレッシャーかけられなくなるんで、うん、ちょっとできないですね。まあでも一応ソフトの最善は号泣金打ちだったっていうことですね。まあ本譜は軽打ちから迫って、まあ形勢は悪いんですけど、こうプレッシャーかけつつさせて、まあ時間をこう、 削ることで、ま、んなんとか勝負には勝てたっていう感じの将棋でした。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。